放送後になんか変わったことありますでしたっけ。何もない。あるじゃないですか。何が。ほら、かわいい、かわいい子が、にゃーん、にゃんこの、ちょっとお母さん見せてください。ちょっとお母さん、はい、今大丈夫、寝てないですか。寝てる。放送後、これお母さん いつ、あとね、21日、新メンバー、石田家の新メンバー。違う、放送、ま、放送前だよ。放送前に一番変わったのは私の顔よ。じゃあ、お母さん、それ後でやろうかなと思ったんですけど。まずは、そのお母さん紹介してください。はい。ニーナです。ニーナさん、はい。なんでニーナっていうかっていうと、はい、27年生まれだからです。あ、27年今年ね、今年いつ生まれたか分かんないようにちゃんと分かる。ちょっと失敗しました。から、娘から、はい、ニーナにしようって言って、はい、で、あの西暦でいくとイチゴになっちゃうんだよね。あ、そうかそうかそうか、うん、だから、うん、けど猫ちゃんは石田家、うん、何匹目というか、ね、正確にはね、歴代にね、はい、4匹目ぐらいなのかな。4匹も。あ、うん、そうかそうかそうか、ニーナちゃん、はい、うわ、かわいい。どのぐらいですか、生後2ヶ月とかちょっとかな。あ、これお母さん、あれですか、そのお父さんとか何か言ってます。なんかね、知らないうちに今日見てたら、なんか抱っこして膝の上で寝てましたよ。お父さんはマッサージ機にマッサージしてもらいながら、その揺れの中で寝てましたね。うん、じゃあお父さんもこう、まあ、あの飼うことに関してはあれですか、寛容な。聞いてない。なんか漏れ伺ったところに行くと、はい、うーん、金かかるしと言いながらもしょうがねえだろうっていう話をしてたっていうのを聞いて、けど僕ね、今井から一番初め、もう本当にこうお母さんがこう、まあ、拾ってきたというか、このニーナが来た時にお父さんに今井が聞いたら、またあの野郎猫屋敷にしやがってっつって、めちゃめちゃ怒ってたんですよ。けど今ね、お父さん、さっきね、すげえ可愛がってたじゃないですか。あれなんか様子違うなと思って。だからね、あんまり突っ込むね。かわいいねっつって、だからそれはね、うん、私も可愛いよってそこで言えつけばかりなの。いやけど可愛いですね。すっごいいたずらだったね。そのとものすごく噛みついてたのに、もうパタッと噛みつかなくなって。でもね、もう安心しちゃったんだろうな、多分な。じゃれ合っちゃった時はすごいよね。興に乗って噛みつくけど。